ただいまから個別分科会 B 新領域フロンティアの外交安全保障研究と政策をつなぐこれからの研究者の役割を始めてまいりますまずはパネリストの皆様をご紹介いたしますお名前をお呼びいたしますので順にご登壇をお願いいたします米国戦略 国際問題研究所、様続きまして、防衛省防衛研究所政策シミュレーション室、主任研究官、佐竹智彦様。 東京大学東洋文化研究所淳教授、佐橋亮様<手>、そして、モデレーターは、北海道大学公共政策大学院副院長、鈴木勝人様にお願いいたしております。 それではここからはモデレーターの鈴木様に進行をお願いしたいと思います。はい、えー、今日はあの台風も激しい中、あの皆様お集まりいただきまして、えー、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあこの、えー、文化会 B はですね、まあ、政策とま研究をつなげるということをコンセプトに、えー、まあ、こちらにあのいらっしゃる。 えーまあ、佐瀬先生、えー、佐竹先生越野さんと、まあ、私、まあ、いずれもです、ねえーまあ、現役の実務家、まあ、あの佐竹さんはあの半分官僚みたいなところもありますけれども、えー、一応あの、まあ、研究職でありながら、まあ、何らかの形でこの政策に、まあ、引っかかりのあるというかつながりのある、まあ、そういう人たちが今、まありえー、とりわけ外交安全保障の分野で どういうような考え方を持ち、そしてどうやってアプローチしていくのか、まあ、なぜわれわれが研究者として政策に関わっていくのか、まあ、この、えー、とシンポジウムは、その政策企業力っていうことがあのキーワードですけれども、まあ、果たして研究者にけ政策企業力はあるのか、研究者が政策に関わるということは、何らかの企業を意味するのか。 そういったことを踏まえて、このまあ分科会、の進めさせていただきたいというふうに思います。すで既に、このシンポジウムのホームページの方にですね佐竹さんと私のインタビュー記事が載っているかと思います。まあそちらの方をご参照されている方いらっしゃるかと思いますが、まあ何らかの形で、そのまあ 政策に関わってきた人間としてその、まあ、こんな感じで関わってますよっていうのはそちらの方に詳しく書いてあるので、まあ、私、まあ、佐竹さんは存分に話していただきたいと思ってますが、まあ、私は多分なんかそんなに面白い話もないのであの、えー、軽くあの私の話よりも皆さんの先生方の話、まあ、特に若い人はあの世代の近い越野さんのお話なんかも聞いてみるのも大変あの。 嬉しあの意味があるんではなないいかなとううふうに思っておりますで、えー、とこちらの,、まああのセッションの進め方ですけれども基本的には、えー、と皆さんにあの、えーまあ、自己紹介をしてもらいながらですねまずは、えー、ご自身の研究とそしてそこから見える世界今特に冷戦が終わりそして、えーまあ、こうポピュリズムが台頭し リベラル国際秩序というものが非常に、まあ、あのこうガタガタいっている状態で,で、えー、これから世界がどうなっていくのか日本と韓国の問題も今どんどん深刻になっていますしアメリカと中国の貿易戦争だってまあ半端ない状態になってきていますしまた、えー、例えば中東の問題でいうと、まあ、イランですとか、まあ、トルコロシア えー、とにかく問題を挙げていったらきりがない問題がないところの方が少ないような時代に今あってこういうまあ非常に激動の時代、まあ、激動の時代っていうとなんとなくこうななんかすごくこう何て言うんですかねあのざっくりとしたまとめにしかならないんですけどでも本当にその文字通り今こうであるっていうことが、えー、安定している状態つまりあの日米関係は強固である本当か日韓関係は友好的である。 ほんまか,っていうこうなんかとにかくえこう定型なものがないか定まったものがないという状態に今どんどん国際関係がなっている国際関係自体が非常に流動化していく中でその外交安全保障というものが今このえ今日集まった皆さんの目にどういうふうに映っているのかそういう話をえっとしていただいた上でですねやはりこの政策企業力 というこういうあのテーマのシンポジウムですからそうは去りながらまあじゃあこの世界がこれだけ流動的になっている中でどういうこの答えを我々は設定したらいいのか我々の研究の方からどういうような答えが出,して出せるのかそしてその答えに向かって何をすればいいのかまあお医者さんでいうと、まあ、あの我々研究者っていうのは診断をするダイアグノスをする。 っていうことをまずは基本として今問題があるとすればここに病相があるここに原因があるっていうのを見つけてでそこからじゃあどういう処方箋を書くのかこれが多分政策につながる話だと思うんですねそのどういう処方箋を書いてそしてこの患者を問題を直していくかっていうことでそれは例えばまあほったらかしてればいいのかそれとも体質改善なのかそれとも、えー、漢方 投薬なのかそれともなんか抗生物質入れるのかそれとも手術なのかこういうことを多分選択肢として提供していくのが多分政策企業家の考え方まあ政策企業家のやるべきことなんだろうなというふうに思いますで最終的にその実際に知っていっていうんでしょうかねその政策を行うのは我々ではなくてまあ官僚であったり政治家であったりするわけですけれども まあ今日の,あの気象公演で小泉さんがまあ熱を持ってとっていうその熱のある人がまあその嫉妬をするべきだと思うんですけれども我々はむしろその一歩下がってですねそのクールにその分析をし診断書を書き処方箋を書くことがまあ仕事だというふうに思うのでまあその後でっと皆さんの,そのパネリストの方々がどういうような問題に対してどういうような処方箋を書こうとしているのかと。 その後でまで、あ、皆さんがどういうようなその、えー、誰がそういうことを今度はじゃあデリバーしていくのか誰が執刀医になるのかっていうことを踏まえて、まあ、議論をしていきたいというふうに思っています、えー、でまあ,あの私の方からもう紹介するのもあれなので、えー、皆さんの方からあのそれぞれあの自己紹介をしていただきながらまずは現代の安全保障環境国際環境 環境をどういうふうに見ているのか越野さんからじゃお願いしますはい、えー、ご紹介いただきありがとうございましたアメリカワシントン DC の戦略国際問題研究所日本部で働いています越野由香と申します私はあのまだシンクタンクでのキャリアは駆け出しで他のパネリストの先生方のような研究実績だったり経歴などは経験ご経験などは全然ないのですが本日は若い 研究員として、そしてワシントン DC で研究をしている立場として、ディスカッションに貢献したいと思います。よろしくお願いいたします。簡単に…あのありがとうございます。<laughs> 簡単に少しだけ私の自己紹介をさせていただきたいのですが、私はあのアメリカ・ロサンゼルスで生まれて、同時発ゼロ前後のアメリカで幼少期時代を過ごしました。 まあなので自然と外交・安全保障問題そして日米関係に関心を持っていった形,だ形ですであの大学は慶応義塾大学法学部政治学科で補佐誘一ゼミで国際政治を専攻してまた大学3年時に UC バークレーで政治経済学も勉強しました当時あのジャーナリズムと日本の対外発信ということにも非常に関心を抱いていましたので まあ世界で影響力のあるメディアということでイギリスのエコノミスト誌だったりアメリカのウォール・ストリート・ジャーナル誌で学生時代日本の政治経済の取材・執筆活動を行っていましたただしまさに当時2016年ぐらいだったんですけれどもアメリカでは大統領選挙がスタートしていてトランプ氏が大統領になるかもしれないそして2016年5月にはブレグジットの国民投票が行われて 今後先行きが一層見えなのでもちろん現場で記者活動を行うのも面白かったのですがどちらかというと自分自身がより深い専門性を持って軸を持って研究をしていきたいそしてそのようなコンテンツがファクトだけではなくて深い分析を世の中に出していく今後一層そういうことが求められるだろうと思ったのでワシントン DC にあるジョージタウン大学外交政策学院アジア研究科に進学しました。 少しだけワシントンについてお話しさせていただきたいのですがアメリカの政治システムではどちらかというと政策の中枢部を担っている方々は政治人用ポストということで民主党共和党と政権交代するごとに変わっていくシステムになっていますなのでかつて政権の中枢を担っていた方々は例えばシンクタンクに行ったり大学で教えたりまたは自分のコンサル会社をあの自分のネットワークとかインテリジェンスを生かしてコンサル会社を作ったりと。 さまざまなアクターが政策に関わっているというふうにイメージしていただければと思いますなのでそこで学ぶということは生のファーストハンドで今世界中の方々が何に関心を持っているのかということに触れながらまたジョージタウン大学自体も実務とアカデミア両方のご経験を持つ方々から学べるという魅力があったので私自身ワシントン、DC、に行きましたで実際行ってあの私はブッシュ政権時代にアジア政策を担っていたマイケル・グリーン氏 ビクタージャー氏のもとでアメリカのアジア戦略を勉強したり日米関係について勉強しましたまたワシントン DC での大学院のまあメリットといいますとインターンシップです街中にありますので学期秋春夏秋春とまあ頑張れば5個ぐらい違うインターンシップをできるわけですねで私自身は CSIS でインターンをした,したりあとはあのコンサル会社で働くなどいろんなものを見てまあ最終的に私が一番 わくわくするというふうに感じたのが CSIS 日本部での研究でしたなので現在は日本部で働いているということですで最後にまあ私からワシントンにいて感じる今の安全保障会に対するイメージなんですけれどもやはりまあトランプ大統領がアメリカファーストを掲げていたりブレグジットの動きもどん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 進んでいますしあのまあ今後一層先行きが見えないそして何よりも本の感情によって外交は動かされてしまっていて 常識的な外交が行われてな今までの常識が通用しなくなっている、まあ、そういう社会に直面しているというふうに感じますし、研究機関で働いている意味としても、まあ、どのように研究を発信していったらいいのかということを今後、また考えていかなければならない、ある種の転換期にあるような実感を抱いています。 なんか自分のインタビュー記事の話だけはしたんですけど、実は小野さんのあのインタビュー記事、あの船橋さんがあのインタビューされたものは皆さんもお手元に多分あの冊子として出ていると思いますので、あのそちらもどうぞご参照ください。それでは次、佐竹さん。あ、ありがとうございます。あの防衛研究所の佐竹と申します。よろしくお願いします。であの私はですね、あの二千十年にあの防衛研究所に入ったんですけれども、あのその前にあのオーストラリア キャンベラという首都がございましてそこにはオーストラリア国立大学というところですね博士号の研究をしておりましたでまあそういった縁もあってですね冒険入ってから一貫して日豪とかそれから日米豪の安全保障協力について研究を進めているところでありますであの、まあ、なんでオーストラリアに行ったのかってよく聞かれるんですけれどもあの、まあ、実は私あの高校を卒業してから大学に入るまでの まあ空白の1年間というのがございましてあのまあ浪人とも言うんですけれどもあのまあその時間に使ってですねちょっとキャンベラにあの半年間滞在してたことがございましてまあそういうこともあってですねあの非常にまあいいところだなとこういうところでまた勉強したいなっていう思いがずっとあったのでまあそういうこともあってあの博士号であのキャンベラに行った次第です。であの今のその世界をどう見るかという非常に大きな話なんですけれどもあのまあさっきあの小品さんの方からもありましたけれどもまあ簡単に言えばやっぱりその今まで こう自明であったまあ数多くの前提とかですねまああの原則なんかが揺らいでいるとあるいはその一部がもうすでにあの崩れ去っているというようなあの状況なんだろうとであの皆さんご存知の通りあり戦後日本はですね憲法9条をまあ維持しつつ必要最小限の自衛力とそれからまあ日米安保によって国を守るっていうまあいわゆる吉田路線という言い方をされますけれどもまあ吉田路線によって 国をまあ維持してきたわけなんですけれども、その吉田路線の大前提になっていたのが。アメリカのその戦略的な優越なんですよね。英語でまあプライマシーって言い方をしますけれども。まあ要するにどういうことかというと、アメリカに勝てる国は。あのいないとアメリカにかなう国ってない,い、ないっていう、こういうまあ状況だったわけです。でもちろん冷戦時代はソ連っていう国があったわけなんですが。あの特にその六十年代以降ですね。ソ連が急速な軍拡によって。まあアメリカへのキャッチアップを図るというわけなんですけれども。 でそこでじゃアメリカは何をやったかというと、えー、1970年の米中和解ですよねでこの米中和解とそれから当時その進,みあの進みつつあった中ソ対立ってこの2つを利用して、まあ、中,あの中国に対してソ連に対してまあ有利なポジションを築くとそれによってまあアメリカの戦略的な US というのを維持することが可能になったとでその後、冷戦が崩壊し、まあ、アメリカの一極体制というのがいよいよ確立したというのが、まあ、大体その冷戦終焉後から2000年代の後半ぐらいまでの 国際情勢のの姿だったのかとでそこにおいてやっぱり日本があのすべきことっていうのは当然日米同盟を維持することなんですよねで要するに日米同盟さえ維持していれば多少その日本周辺で何かおかしなことがあった北朝鮮が何をしてもまあとりあえず日本の安全を守られるっていう状況が、えー、まあ長い間続いてきたんだとで私あの誤解を恐れずに言えばですね 7割から8割ぐらいはほとんど同盟管理に関するものだったんじゃないかなとで私が、まあ、例えば先行している日豪の安全保障協力にしても別に日豪だけで中国に対抗しようとしてもそれは到底無理な話でやっぱりそこにアメリカっていうものをいかに関与させるかっていうことがまあ一番重要なわけなんですよねだからこれもある種の同盟管理であってでそれからまあ湾岸戦争の後に日本はもう国際貢献っていうのを一生懸命頑張るわけなんですけれどもそれもやっぱりっぱこれをやらないとちょっとアメリカに まあ見捨てられてしまうかもしれないというような思いがやっぱり政策決定者の中にはあったんだと思うんですね。だからそういうその同盟管理の論理で今までこれあの日本はやってきたんだけれどもおそ、まあ、らくそれをこう変えることになったのが中国の台頭であると。であの特にその中国のまあ急速な経済成長とそれから軍事力の拡張によってですねあの、まあ、アメリカの,その戦略的な優越っていうのが、まあ、ある局面においてはすでにあの失われていると。あの先日もあのシドニー大学の アメリカ研究センターというところからレポートが出て話題になっていてましたけれども要するに西太平洋におけるアメリカの戦略的な優越というのはもう自明ではないんだというような状況があるわけですそれからまあ当然その米中の競争の激化によってまあ保護主義が台頭したりとかそれからまあポピュリズムとかです、ね、米国第一主義みたいなものが台頭していく中で、まあ、あの日本がこれまでまあ大事にしてきた市場経済であり、まあ、多国間主義なんてものもあのどん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 揺らいでいると。 でまたあの日本ではあんまりその話題にならないんですけれどもオーストラリアなんかで盛んに言われているのは中国のいわゆるその政治的な内政干渉ですねポリティカルインターフェアレンスみたいな非常に大きなまあ民主主義に対する脅威として捉えられております。でまあそういったこともまあ高校の自由とか公開の自由なんて当然そうなんですけれどもそういった意味でですねやっぱりこう今までの,そのいわゆるリベラルインターナショナルオーダーをまあ動かしてきたまあオペレーショナルコードっていうかまあその運用原則ですよね。 そういったものがあのどん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 今揺らいでいるというのがまあ端的には今の国際情勢の状況なんじゃないかなというふうにあの考えております。とりあえず私からははい。はい。あり,いありがとうございます。まああの高橋さんがまあポピュリズムの対等感情の問題まあ常識がこのどんどん崩されている。で佐竹さんはまあアメリカの優越が前提になっていないで。 だんだんこのリベラル・インターナショナル・オーダーというのがこの前提が崩されているっていう、いろいろ崩れていく話ばっかりなんですけど、澤橋さん、崩れる話でもいいんですけど、どういうふうに世界を見てらっしゃるか。ありがとうございますす、えー、大丈夫ですかね はい、えっと東京大学のサワシと申します。あのちょっと声が悪かったですね。あの私三三時間ぐらい前にロンドンから帰ってきて、あのここに直行してきましたので、あの先ほど研究室で一生懸命スーツにですね着替えてやってまいりました。ですので少しちょっとピント外れのことがあったら、まあそういうことだと思ってご容赦ください。はい。それでですね、えっとちなみにロンドンに何で行っていたかと言いますと、日英二十一世紀委員会というまあ国会議員あちらだと上院議員が中心ですが、こちらも国会議員の先生方とかあと大きな参議 の業界の幹部の方とかと学者も行って一緒に会議をですね36回目やっているんですけれどもで総理にあの両国の総理に提言をするということをやってるんですがまあ後の話に少し絡むのであのちょっと。 一言だけ触れておくとでなんでそんなところにお前みたいな若造が言ってるのかという,ふうに思われるかもしれませんが、まあ、メンバーでもあるんですけど同時にあのその議事録と提言をです、ね、総理に出すもの,っていうのを作る実際の係というものをやっています、まあ、ですのでまあ官僚みたいなことをやっているのかもしれませんけれども、まあ、そういったことで行ってまいりました。 であの自己紹介がてらその続きを言いますとなんでこんなことをするようになったのかと言いますと私あのここにいる方の中にも東京大学また保管大学の大学院にいらっしゃる方がいるかもしれませんがもともと大学院に普通に行きました。 まあ、あの大学に行く前はですねあのアメリカ留学から帰ってきて政治家にでもなろうかなというふうに野心深く思っていた時もあったんですけれども、まあ、もうちょっと勉強しておこうかなと思いまして東大の方に参りまして無事拾っていただいたんですがそうしますと、まあ、直面している方もいると思いますけれどもだんだんお金がなくなってきましてですね D さんといいますが博士課程3年の時についにお金が尽きたわけですねでそのにあに困ってですね客員教授で来ていた外,外務省の方にですねお願いだから雇ってくださいというふうに土下座をしたところですね 紹介されたのが JCIE というんですが日本国際交流センターというあのシンクタンクと交流団体の政治交流の団体のあいのこみたいなところでしたそこの理事長アシスタントという形で職を得まして、まあ、その方は亡くなってしまったんですけれどもその後もずっと客員研究員として、まあ、政治家または官僚の方といろんな形でお付き合いをするという形でやってきました まあですのでちなみにフルタイムで雇っていただいた時もあったのでその意味では学会以外にもですねそういったところで仕事をしてきたというのが私のバックグラウンドです。でえーとまあ、そんな感じで やってきたわけですけれども基本的にはま大学の先生として今はやっていますのであのまいろんな形で政策にはもちろん関わるんですがま佐竹さんとか越野さんとは全く違くてやっぱ大学の世界っていうのは非常に造芸の塔みたいなところもありますのでま少しちょっと経路が違うところもあるかもしれません後でぜひそういった違いを見ていただければというふうに思いますまただ逆に言えばまあ その担当の役所といいますか防衛省以外のさまざまな役所とのお付き合いもありますし研究会、勉強会いろいろ出ておりますしまた政治家の方と政府の身分がないからお付き合いできるところもあるしあと比較的私テレビなどで意見を発信させてもらうことも新聞などでもありますけれどもそういったお付き合いもあれば産業界という形で多分学者のいいところはいろんなところに薄く浅くいろいろ付き合えるということでそんな形で普段はやっています。ただ後で申し上げるようにちょっと大きく政策 政策とかいろんな世の中を変えたこともちょっとあったりしましたのでぜひご紹介できればと思います。で、最初に一と言だけ現代の安全保障環境についてのキーワードというかイメージを一言だけ語っておくと私の専門は米中関係です、20年間これしかやっておりません、時代がついに私に追いついてきたんですけれども。<laughs> あの 私が始めた頃はですは、ね、本当に見向きもされず修士論文の口頭諮問の時になんて米中関係なのっていうふうに、えー、私の指導教官に言われたことを覚えていますけれども。あの 米中関係それをミ,、えー、ミサイル管理レジームですね、MTCR の話をやりたいと、何を言っているんだみたいな感じでまあ言われたんですけども、あのまあ、ただ今、ついに時代が追いついてきて、米中関係って面白くなってきました、私の学問としてはですね。ただ、米中関係っていうのはまあ壊れてないんですけども、まあ、非常にあの変わってきた、なんで変わってきたのかっていうのは、とても重要だと思っていて。 中国の台頭じゃないんですねそれだけではないと要するに中国だけが米中関係の緊張を作っているんじゃなくてアメリカをものすごく変わったわけですよね。ですので、まあ、昔はです、ね、中国の台頭で世界がどう変わるとかまたはです、ね、最近でもトランプの台頭でどんどん変わるとかいうふうに言ってるんですけれども、まあ、今一番面白いのはやっぱり米中がお互いにこう反応し合ってアメリカは競争,せ競争だって言ってるんですがコンペティション。 コンペティティィブなな競争戦略みたいなのを考える他方で中国も最初はどうにかこうにかです、ね、アメリカを貿易だけであったらなだ、ね、めようと思っていたんですがどうも最近はそうでもないとこれはもうイデオロギーの闘争であると先週も上海でさんざんそういうことを言われてきたんですがそういった認識に変わってきて米中それぞれが非常に反応し合っている作用し合っているそして世界を変えつつある。でこれは 安全保障を変えるだけじゃなくて、まあ、ご存知のとおり、いろんな規制によって経済活動にもものすごく影響を与えるようになっているわけですよね。で、ここの裏にはもちろんナショナリズムとか、自国大主義とか、ポピュリズムとか、いろんなものもあるんでしょうけども、現象としてやっぱり米中関係っていうのが、あ現在の国際秩序で非常に大きなファクターになってきたというのは間違いがないと思います。ま,あ、まだ、もちろんこれは戦争になるようなものではないはずなので、まあ、壊れてはいないという意味で、ちょっと鈴木先生を安心させたいと思います。ありがとうございました。 だいぶ安心できま,したまああのちょっと一応私の方もあの一言だけ言わせていただきますと一応あの私の生い立ちとかその他はまあともかくとしてえ専門としてまあ今いろいろやってるんですけれども一つはその宇宙政策とかあとはまああのこちらの共催用しています API の方ではあの福島原発事故からの10年とかそういう,こうあんまり関係のあとあのしばしばあのメディアなんかではイランのこととかまあ最近だと日の 日韓関係の輸出管理の問題とかいろいろあのこう何の専門だかよくわからないってよく言われるんですが一応私の関心はそのまさに技術と経済と安全保障という問題が重なる部分ですね輸出管理制裁、えー、原子力宇宙というそういう分野をあの自分の政策の,あの研究の対象にしている。 とということなので、まあ、そういう意味では佐々橋先生が先ほど言ったその MTCR これあのミサイル技術管理レジームっていう輸出管理の仕組みですしまた星野さんが勉強してらっしゃるそのえっとファーウェイとかそのデジタルの話っていうのもまたあの一応私もちょっと関わるので実はまあ皆さんといろいろそういう昔からの付き合いがあるんですが。 まあやっぱりあの今、サンシュ先生は米中が互いに反応し合っているということもあるんですあのというのは経済的な側面でおっしゃったんですけど多分もう一つキーになるのが技術的な側面ということでその技術の問題というのが今まではこの軍事技術と民生技術というのがこう明らかに分かれていたのがそれがもうこの境目がもうほぼ全くなくなって。 一方ではグローバルにこのサグローバルサプライチェーンっていうのがアメリカと中国の間で結びもう分かち難く結びついているけれどもその安全保障上の問題っていうのがその技術の問題、まあ、例えばその通信インフラですとか <laughs> そのまあコンピュータ、えー半導体そういったものにこういろいろ入ってくるようになってきてでそれそれが結局安全保障の問題なのか 経済の問題なのかっていうことで技術がこの2つを結びつけちゃってるんですけれども政策を判断する時にどっちを基準に考えたらいいのかアメリカは多分そのファーウェイの問題なんかを見ていると安全保障の問題にウェイトを置きながらでも例えばイギリスとかドイツを見ているといやいやあのそんなことをしてたら自分たちが経済発展に遅れてしまうえ例えばファーウェイ 5G の,の技術っていうのはこの 自動運転ですとかそういったものにこう深く関わってるわけですからそれがそのインフラが構築できないしかもそれを構築するときに例えば中国製を使わなければものすごくコストが高くなるそうなると今度はこちらの方が自分たちの経済産業にとって不利益になるだからもう一部ファーウェイは使ってもいいみたいなそういう,こう判断をする。 これはやっぱりもう基準が違うんですよね政策を考える時の基準何が正しくて何が正しくないのかどれが最適解なのかというのは国によってもコンテキストによってもそれぞれの国が抱えているさまざまなこの言説とか、えー、その感情ですね先ほど小シさんがおっしゃったように感情とかそういったものにもこう左右されるというそういう時代になってきていてでこれがやはりあの今の政治 今の政策といいううものを非常にこう難しくさせていると思うんですねでそんな中で、えー、この,、まああのシンポジウム政策起業家っていうことなので、まあ、我々はその診断ダイアグノスをするでそれに処方箋を書くっていうことが我々の仕事だとすれば今この訳のわからないいろんな難しいとにかくどこに答えがあるかわからない時代にどうやって答えを見いだすのか。 そしてそれに対してどういうふうに処方箋を書くのがまあ最適まあなん何というかそれぞれ多分あの皆さん一芸に引いているところがあると思うので皆さん多分あの職人技みたいなのを持っていると思うんですよねでそれの一端を少しあの今日は披露してもらえればなというふうに思ってるんで今度はじゃあサーさんからなんかすごい若干無茶ぶり感のある言い方ですけどあの職人と見込んで。<laughs> そういった世界の中にどう対応するのかっていった時にです、ねまあ、僕は例えば大学の研究者なわけですけどもあの2つ関わり方があってでそれをちょっと最初に、まあ、ちょっと申し上げたいんですけどもおそらく1つはやっぱり分析。 っていいいううううものを社会に提示すするっていうそういう役割ですよね情勢分析、情報分析、まあ、もちろん私たちはあのいわゆるあのインテリジェンスコミュニティではないのであの、まあ、いろんな情報を持っているわけではないただ公開情報で大体のことは実際できるわけですよあの、まあ、それは実際情報コミュニティもそういうふうにやるわけですけどもでまた私たちは理論的枠組を持っていると理論と実際にさまざまに起きている公開情報で取れる情報というのを組み合わせて、まあすばまあまあ、立派な 意味のある分析を作る。これは一つの関わり方だと思うんですね。この関係でいくと、まあ米中関係って今非常に多層的多面的になっていて、普通の人は全貌なんてわからないわけですよね。で、こういったことをあのわかりやすく整理していく。そしてさらにそこから先にシナリオを作る。 ここら辺は結構です、ね、あの学者によく求められる、またはその、まあ、政策系の人間によく求められることです。で、やっぱり今、霞が関忙しいので、なかなかそこまでやってないときがあるわけですね。もうその情報分析自体は結構やってるんですけども、シナリオを立てるとかですね、あの結構幅広く一歩引いてみるとかですね、理論を使ってみるなんか、絶対ありませんし、あのそういった意味で、なんていうんですかね、自分たちの味を出すということはできるだろうしで、実際にそういうことをやっていたりします。で、2つ目の関わり方っていうのもあると思っていて、それはもちろん提言 ととかです,ねすると要するに分析と全く提言と本来違うわけですよねあのインテリジェンスの基本的な教科書に最初に書いてあるように政策形成とインテリジェンスと本来違うというのと同じでやっぱり情報分析とは情報分析としてあるで政策はいろんな利益利害が錯綜しますから本来別の過程であると。 でただそこにもやっぱりですねあの学者の関わり方はあると思っていて例えばこういった政策がいいんじゃないですかということをまあ言うことはできます、またそういった政策を立てるときにはこういった情報分析に基づいてこういったことが言えますよね、でやっぱり米中関係もそうで例えばアメリカは今こういった規制をしている経済規制ですね、先ほど鈴木さんがおっしゃったように輸出管理だとかです、ね、留学生の管理とかいろんな形で規制をして中国に向かい合っている。で中国も カウンターで似たよううなこここととをやりり始めているんですすけれどもも例えばこういったこともありますまたそれ以外にただ、米中だけじゃなくて他の国がいろんな形で対応しようとしているわけですよね。あのイギリスとかドイツは全く違う形で対応しようとしている東南アジアもこうだこういったときに日本として最も日本の国益を守るためにいい政策というのはこうなんじゃないですか。 とといいうううここを提案していくこれはもう一つの役割だと思うんですね先ほどの分析のところと混ぜてしまうと分析の方の価値が下がるのでやっぱりこれは別の活動としてやることが多いです。でこの提言をする時にいたら重要なのは分析でもそういうところあるんですけれども結局学者って限界があるんですよね。個人商店なので自分の研究室の個人商店としてやっているので,でこの時の最後のキーワードとしているのは共同あの共に働く。あの 協ってあのえっと重書いて力三つやつですね。共同とコラボレーションっていうのがすごく大事だと思っていて、いろんな人ともう大学を越えてセクターを越えてお付き合いをして、または一緒のプロジェクトをやって、特に提言なんかはですね、いろんな観点から分析していくってことを心がけてやっています。まあ確かにとりあえず以上ありがとうございます。あのまあ澤先生個人商店といってもかなり大きな個人商店ですので、まあだからこそあのいろんなこうお店にいろんなものが並んでいてでまたあの 競争力もあるっていうそういうあのお店だとは思いますが、えー、まさにあのおっしゃった分析と提言というのはその先ほど言ったその診断をするというのと処方箋を書くというのと多分あの同じようなニュアンスだと思うんですけれどもまさにそれこそがあの我々の今政策起業家としての仕事ということになると思うんですが、まあ、実際あの政策シミュレーションというのを専門にやられていて、まあ、専門というかあのそういうところに部署におられて。で えしかもあの防衛省っていうこの役所の一部としてえ研究活動されている佐々木さんはあのどのようにこの問題を設定して答えを出そうとして政策シミュレーションで言えばやっぱり一番大きなポイントはその想定外を想定するというか我々、今まで考えてもみなかったようなことをシミュレーションの中でいろいろ仮想的に考えてみてでその結果どういうことになるのかっていうのを考えると一番大きな ポイントかなと思うんですが、まあ、それとの関連で、あの若干その大きな話をさせていただくとです、ね、あの日本のこれまでの安全保障政策の基本的な方針というのは、やっぱさっき言ったそのリベラルな国際秩序をいかに支えていくかと。アメリカのです、ねまあ、他になり、何なりになって、一生懸命それを支えていく、というのが一番大きなポイントだったと思うんですね。で私あの、実は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 、年に実は、防衛省の国際政策課というところで、あの、兼務をしておりまして、でその時に、あの。 小野寺防衛大臣のスピーチを書いたことがあるんですけれども、あの実はその骨子も実は佐橋君に見せて,見せ見せてあの意見をもらったことがあるんですけれども、あのそ,のそこでの,その基本的な考え方っていうのも、今言ったように、やっぱそのリベラルな国際秩序を日本がまあ守っていくと、あるいはその担い手となるという、そういうまあ基本的な哲学があったわけなんですね、でその後2013年の12月にです、ね、今度国家安全保障戦略っていうのが出て、でそれもやっぱり普遍的な価値観に基づく国際秩序をまあいかに維持していくかと。 というのが基本的な発想であったとでそのために、えーまあ、ライクマインディットであの同盟国であるオーストラリアとかそれからインドなんかと協力を深めていくというような、まあ、大きな方針があったわけなんですね。で私はこの方針っていうのはあの基本的に正しいと思いますしで今後もおそらく正しいんだと思うんですけれどもじゃあそれが果たしてこう,うまくいかなかったらどうするんだろうかってことを、まあ、常々考えるわけなんですよね。で あの特にですねやっぱりその私にとって一番衝撃的だったのは日本がまさにそのリベラル国際秩序の担い手としてさあ頑張っていきましょうって言ったその矢先にアメリカでリベラル秩序を真っ向から否定する人が大統領として選出されたっていうこの,この衝撃っていうのはやっぱりすごく大きかったんですねでだからトランプに関しては当然その内政の人でその外交にはあんまり影響出ないとかですね基本的に官僚組織はしっかりしてるみたいなその、まあ、楽観論も当時あったんですけれども。 私もそううでではないと思うんですねでそれは中東とか、えー、あの限らずですねアジアにおいてもその影響っていうのは徐々に出始めてるんじゃないかなっておそらくその一番そのいい例が最近の日韓関係で,であの日韓の対立っていうのも元を正せばですねやっぱりアメリカの,そのアジア政策っていうのに起因するのかなとつまりあれだけ過剰に北に肩入れをしてでかつてその同盟国をです、ね、軽視するような発言をすればですね やっぱり同盟国も助かってやるよみたいなそういう部分がちょっとあるんじゃないかなと思っておりましてであともう一つ大きなやっぱアジアの国の人たちと話しているとあの日本が信じるほどにそのリベラル国際秩序ってものを自明のものとしては捉えていないとでももちろんそういうものは重要だよねっていうことなんだけれどもやっぱりなかなか現実には難しいよねってことでその一歩先を見据めた ある種の,その外交政策のリ政策策ななアンプを取っていんじゃないかなとで。具体的にはですね韓国とかインドなんていうのは年率大体いい7%から8%ぐらいの割合で防衛費を上げてますしそれからインドネシアに至ってはです、ね、16%ですかでなんと驚いたことにニュージーランドは23%も防衛費上げてるんですね年率ででこれってすごいことだと思うんですけれどもで あとオーストラリアですらでですすねオーストラリアですらと言って失礼ですけれども、まあ、GDP2% を目標に国防費を今、計測に上げているとでそれからあのオーストラリアの最近議論で非常に話題になっているのがいわゆるプラン B を巡る議論ですよねつまりアメリカが今後頼りにならなくなったらオーストラリアはどういうふうに国を守ればいいのかと「How to defend without the United States」みたいなそういうまあ議論がです、ね、非常に盛んに行われておりましてやっぱりその前提にはある種もう世界がこれから多極化していくんだと。 でその多極化した中でより自立したその国防政策っていうのを日本は持っていかなきゃいけないというそういう、まあ、あのマインドセットがおそらくあるんだろうとでそれに比べるとあの日本はどうなんだろうということなんですけれどもやっぱりちょっと一周も二周も遅れているような感じがしてならないとで特にです、ね、その安保に関する日本の議論なんかを見ていると今言ったようなその国際的な変化というのがあたかもです、ね、存在しないかのごとく議論が横行していると。 でそれを私一番感じたのがあの2015年の平和安保法制の時でしてであの時ちょうど私キャンベラに在外研究でいたんですけれども片やオーストラリアでは2015年ですからあの中国の南シナ海の軍事的なその埋め立てですねそれにどう対応するかってことを研研学学とやっぱ議論がメディアなんかで行われてるんですよねで片や日本ではなぜかですねその憲法学者の人がテレビに出て一生懸命集団的自衛権が合憲か違憲かみたいな話を延々とやってるわけなんですよねでこれってちょっとまずいんじゃないかなっていう。 あの感覚がありましてでも当然その日本は法治国家ですからあのまあ憲法を遵守するっていうことはあのそれは当然のことなんですけれどもやっぱそれ以前の問題として今はその国際情勢がどういうふうになっていてでそこで日本の役割っていうのは何なのかとその延長線上に集団的自衛権を行使すべきか否かとあるいは憲法改正すべきか否かっていう話が出てくるはずなのに日本の場合はやっぱり改憲論もそうなんですしあそれからまあご憲論もそうですけどそれ自体がもう自己目的化してしまってですね その前の議論っていうのはすっぽりやっぱ抜けてんじゃないかなってこういう、まあ、あの問題意識を持っているわけでございます。で、すみません、ちょっと熱くなってしまったんですけれども <laughs> <あの> <laughs> いえいえ、あのですね従って、まあ、ある種そのこういったその国際社会の現実とは極めてそのかけ離れた、まあ、私はガラパゴス化したあの日本の安全保障空間という言い方をしてるんですけれどもやっぱりこれをちょっと変えていかなきゃいけないんじゃないかと。そそれをおらく変えるところに シンクタンクなりですね。まあ研究者の役割があるんじゃないかなというふうにあの考えております。で具体的なその処方箋というのはまたちょっと後で <laughs> お話しできればというふうに思います。はい、ありがとうございます。まああの今のお話すごくやっぱりあの示唆するところはすごく多いんですけど、あの一つ先ほどあのオーストラリアにいらっしゃったときにやはり平和安保政策の話をあの外から見てたっていうこの外から見るっていうのは結構重要な ポイントで、まあ、あの自分たちが思っていることつまりまあガラパゴスっていう表現が果たして適切かどうかはちょっと分からないんですけど。 日本の文脈の中でそれが正しいとかそれが適切だというふうにされていることっていうのはもちろんそれは日本の社会の中でそういうふうに認められている以上それは現実として認識する必要あるんですけどただそれが世界の常識になるかどうかはまた全然別の話で世界から見てそれがどういうふうに見えるのかっていうことも同時に意識している必要は本当はあると思うんですね。でととりりわけやっぱりあの安全保障とか外交のの問題っていうのはあの 相手がいる話ですから自分たちの理屈だけであのなかなか世界は整理できない、えー、日本の憲法がこうだからじゃあ他の国がどうかしてくれるかって言ったらそんなことは関係なく他の国は勝手に他の国のやり方で問題を解決しようとするわけですよね。ですからそういう意味であの常にこの自分たちの社会の中を現実を理解することは必要だと思うんですけれども同時に外が 外から見たらどういうふうに見えるのかっていうことも常に意識することっていうのは大事なことだというふうに思います。でそういう意味では現在ワシントン DC におられてで外から日本を見ている星野さんはどういうふうにその辺のことをお考えなのか星野さん自身の見解でもいいですしまた今 CSIS で取り組んでいることも含めてお話しいただければ。 はい、そうですね最初に簡単にあの私の研究関心は2つありまして1つはもちろんサブスタンスで先生も少しおっしゃって先ほど申し上げられなかったんですけれども、まあ、デジタル安全保障経済のつながりというものに関心を抱いていますでもう1つはその研究のどう発信していくかこれ自体ももはや研究対象として私は考えていますで最初の話なんですけれどももう本当に鈴木先生がおっしゃったように今のファーウェイの話 5G の話 経済的な視点から見なければならないし安全保障的な視点で見なければならないまたそれが同時進行に起こっている時にどのように課題を優先順位をつけていくのかっていうまた一歩下がって分析をしなければならない、まあ、そういう力が求められると思うのですねで c s i s c s s っていうのは無党派で独立系のシンクタンクで、まあ、世界最大級のシンクタンクでだたい200人ぐらいのスタッフがいるんですけど私たちがこう 大事ににしているるのは分野横断的に見るで全然違うステークホルダーを同じ部屋に集めてブレインストーミングをするということを大事にしていますそもそも CSI 自体がさまざまなワシントン DC のシンクタンクの中でもイノベーションというものを大事にしています所長のハムレッシがまあほとんど建物を建てて実は先生方 <laughs> あのここにいらっしゃるパネリストの先生方は皆さん何度も CSI にいらっしゃっているのですがあの吹き抜けになって いまして建物自体がで建物の上からダヴィンチの飛行機が実はあってでまあ要するにとにかくオープンな場所でさまざまなアイディアを通わせてあのイノベーティブに考えていこうということをスタンスにしていますでアメリカのワシントン DC にあるシンクタンクの面白みというのは1.5トラック会合というのをよく開催していますでこれは有識者だだっったたりり実務家だったり 実務家の,の方々はもう先ほど佐橋先生もおっしゃっていましたけど日々のクライシスの対応をしていたりと忙しい中で、まあ、お昼の時間1時間でも集まって今何を話していかなければならないのか特にワシントンはアメリカの政治の中心でもあるんですけれども 世界の中心でもあるのでさまざまな大使館さまざまな国のビジネス界の方々有識者が集まっているのでじゃあ日米で何をすればいいのか日米豪で何をすればいいのか日米豪印で何をすればいいのかでどんどん,どん,どんお部屋に集めて1時間でガッとこうブレインストーミングをして去っていく特に別にレポートにするわけではないのですがまあそうやって情報共有をしていくということがあります今回のデジタルの話で非常に大事になってくるのは例えばデジタルの問題安全保障経済の両方がありますよね そういえばやはり経産省も外務省も集まっていかなければならない、また NSC も入っていかなければならない、政府の中でもやはりお互いが情報共有できていないということはアメリカでも日本でもあると思うんですけれども、まあ、そういうクロス分野のディスカッションを今後、一層増やしていかなければならないのかなというふうに考えています。ももう1つのののの発信方法なんですけれどど、まあ、先ほど私はは番安全保障感現在の安全全保保障障現在イメージはポピリズムの台頭によって 常識が通じない世界になっているで、まあ、ブレグジットとかが本当にいい例なんですけれども、国民投票によって国の今後が決まってしまう、まあ、そういう状況なわけですねで、現在、アメリカの2016年の大統領選挙でも、トランプ大統領、例えばシンクタンクを、まあ、エリートと言って批判をして、で今も現トランプ大統領は、まあ、シンクタンクの研究をそんなに意識をしていないというか、まあ、ちょっと無視をしてしまっているような状況があるわけです。 なので、まあ、これまでのワシントンというのは政策の専門家同士が話している、まあ、これはもしかしたら安保専門家同士が話している、け経,済経済同士が話しているとかそういうこともあったんですけれども、ワシントン以外の人たちにも政策のについての理解を深めてもらう機会を作っていかなければならないというふうに認識しています。でそここででつのの取りり組みをを行ってていいるんですけれども私は日日本部におりまして、まあ、日米同盟がななぜ重要なのかということう 理解を浸透させようとプロジェクトを行っています一つはニュースレターなんですけれどもまあいわゆる日米同盟とは何かとか日米同盟に関する分析って数百ページのレポートになることが多いんですけれども、まあ、これと誰も忙しいと読まないですよねなので、まあ、ある日本の政策課題に対して A と B で対立する立場の方々に600から800ワードぐらいの非常に短いエッセイで両本立場を述べてもらってさらにそれについてより理解を深い理解を まあ理解を深めたいという方にリソースを提供してあげるまあそういう形で政策コミュニティの間に回るものではなくてどちらかで大学の教室でも使ってもらえるようなえものを発行したりしていますでもう一つはポッドキャストというものがありましてこちら日本でいういわゆるラジオみたいなものですで25分ぐらいでまあ通勤通学中に聴けるようなものになっていますでこちらも非常に難しい国際問題に対してどちらかというとこう小難しい話をするのではなくて 私が主に運営しているのはアジアチェスボードといって今までのアジアの戦略を作ってきた第三戦略家たちを招いてなんで戦略に興味を持ったのか逆に20代ぐらい何をしていたのか,とかよりこうファミリアにこう感じてもらえるようなまあそういう教材っていうんですかねそういうものを配信していくような取り組みなどを行っていますま。 始まっったばっかりなのでスタティスティックスとかも集めている段階なんですけれどもそういう新しい方法っていうのも今後大事になってくるのかなというふうに考えています。 すみません、この日本指をやるのはちょっと前の話に絡むから言わせてくれっていう時の私たちのよくやるやつなんですけどもちょっとさっきの佐竹君が言ったところで少しあと鈴木先生の問題設定少しちょっとだけ本当にこの2分ぐらいでちょっと言いたいんですけども一つが外からどう見えるのかって本当に大事でただですね生とか感の世界にいるとなかなかそれ分かんなくなるときあるんですねすごく最近いい例だと思ったのが韓国はジーソミアをターミネットしたじゃないですか更新拒否っていうか更新しないと。 であの時にちなみにアメリカの反応って結構見誤ってたと思うんですよねでそれ何でかって考えた時にあのアメリカは激烈な反応をしましたよねで一つ、まあ、その政府同士のコミュニケーション以外にもう一つ重要だなと思っているのがあのアメリカのメディアの反応っていうのは全く理解できてなかったわけですよ韓国政府はで。どういうことかっていうとさっき佐竹君が言ったようにですね言ったことはまさにそうで。 今回の日韓、GSOMIA とか日韓関係が破綻していることをアメリカの中ではトランプ批判に使うわけです。トランプがしっかりとした国際秩序に基づいた外交をしないから東アジアの困難が起きていると、オバマ政権の時には慰安婦合意もできて GSOMIA もできたのに15年、16年ですね、今はもう全然だめじゃないか、だからトランプが悪いんだっていうストーリーが出来上がるわけです。 でちなみにそのストーリーに乗れるかどうかであの僕もですねアメリカの一個大きな新聞社から電話かかってきてそういう形で「ですよね」って言われたんですよ。<laughs> でここで僕はイエスと言ったらきっと僕のコメントは翌日の大きく新聞に載るんだろうなと思ったんですがそうは思ってないので韓国の内政だったのであればいやノーと言ったらです、ね、見事に載らなかったんですね、まあ、いずれにしてもこういったアメリカメディアがどう反応するかっていう力学をおそらく韓国政府は結構見誤っていたやっぱり分析って大事だなとその時すごく思いましたやっぱり利害関係がない分析っていうのがしっかり存在してないといけない本来は政府の中にないといけないんだけれどもあのこれは 政府の外でも本来はあっう一つだけ、すみません、簡単に、これはごく簡単に言いますが、さっき佐竹君が熱く熱く語っていたです、ね、時代環境の変化っていうのを、いまいちこの安保空間、安保の言論空間ですね、日本の、が反映してないんじゃないか、一つはもちろん政党の問題があると思います、ただもう一つはやっぱりメディアの問題ですね。で、メディアっていうものが問題設定をすごく独特にしてくるわけですよ。で、私、米中関係の専門家ですけれども、でこの最近、メディアに呼ばれるとき、ほとんどん北朝鮮で呼ばれるわけですね。 でなんでか僕はちなみになんでそれに応じるのかというと北朝鮮とアメリカの和解というのは米中和解と,ちょっと同じようなケースでちょっとすごく関心を持っているからだとそもそも,そもそもそういうふうに考えるようになったきっかけはあの船橋先生のティーチングアシスタントをしていたからなんですけどもあのただ、ですねそういった今までの勉強が使えるからと思ってやっているんですが北朝鮮だけなんですよ、私、日曜討論、全部北朝鮮で呼ばれるわけですよね。えー、けど本来は今、一番大きく動いているのは米中なわけですよ、きょ米中で日曜討論はほとんど組まないんですよね。 であとはメディアの取材、いろんなコラムとかもですね、とにかく北朝鮮でやってくれとかですね、もう要するにメディアの問題設定は非常に問題,問題があるというかですね、やっぱり視点が固まっていてここをどう壊していくのかっていう1つは SNS とかでやっていくということもあるでしょうし、まあ、あともう1つは僕たちがどんなことを言われてもやっぱり米中ですよねっと、はい、<laughs> 面の皮を熱くです、ね、<laughs> あの答えるかどっちかだと思うんですがいずれにしてもメディアの問題は結構深刻だと思っています。 まあなんかあのだんだんこう盛り上がってきてあのいろんな面白いポイントが出てきたんですがいくつかちょっとコメントさせてもらうと一つ今澤地さんがおっしゃったそのナラティブメディアが作るナラティブの問題っていうのはこれすごく重要で星野さんがあの紹介してくれたそのポッドキャストとかそういうのっていうのは確かにメディアのナラティブとは違うものとしてえこう提供されている公の場に出てくるのである意味ちゃんと見てる人はそういうものを 聞くんだけど多くの人はやっぱりそのメディアのからの情報を得るのでやっぱりメディアが作るナラティブの強さっていうのはすごく大きいで私自身もあの宇宙基本法っていうの,はあの、えっと、ウェブに載ってるインタビューの記事にもちょっと書いたんですけどその時にあのポリシーマーケティングっていう言葉を使ったんですけど要はこっちがナラティブを作っていくまあ,あの、えっと、それこそ今日の,あの小泉進次郎さんのお父さんですよね。あの 純一郎さんは「ワンフレーズポリティクス」っていうので有名になった人ですけれどもあれって意外にバカにできないところがあっていかにしてアジェンダを設定するかというアジェンダセッティングの取り合いみたいなところがあって我々が政策を提案するときにまあ私は宇宙基本法をやるときに開発から利用へっていうもう本当にあの新聞の見出しに収まるようなサイズであのこれをやりたいことをとにかく一言でまとめて。 これをベースにここから外れないようにその話をこうとにかく回していくそこから展開していくっていうこういうことをやったんですねでこれって結構重要なポイントだと私は思っていてというのも結局長ったらしく「いやいやこうなんですよああなんですよ」って説明しても記者が書く人たち書く人たちとか例えばテレビ局なんか典型的にそうですけど尺に収まらないんですよね。 でそうなると結局メッセージをいくら頑張って発信しても届かないっていうことがあるだからこの辺のところの,、まあ、その必ずしも全部ねこういろんな枝葉を切ってで射精すればいいっていうそれが全てでだというのも言うつもりは全然ないしそれが抱えるリスクも多々あると思うんですけどやはりそこのところのナラティブをどうやってコントロールするかっていうのはすごく。 重要なポイントで,でそれが逆に言うとね先ほど沢部さんおっしゃったように韓国も日本のナラティブを見誤ってるし日本も韓国のナラティブを見誤ってるんですよね。でこれはやっぱりお互いの感度の問題でそういう時に我々のその研究者とか一歩やっぱりそのトラック1.5って言われるようなその政府の中にいる人たちではない立場でこのそれでも政策のことについてあの まあそれなりのバックグラウンドを分かっていていちゃんと読み解ける人っていうのがきちんとやっぱりそういうところのデコーディングっていうんでしょうかねその向こうのナラティブを日本語に日本の文脈に翻訳する作業っていうのもこれも大事になってくると思うそれもやっぱり我々の仕事分析のうちに入ってくる仕事だというふうに思います。もう一点あの先ほどあの小島さんがおっっしゃってたその え経済と安全保障がこう絡まってくると NSC も入ってくるし経産省も入ってくるし外務省も入ってくるし防衛省も入ってくるしってやっぱり今実は縦割りで揉めているのは日本だけではなくて世界中の国が今この縦割り問題ホール・オブ・ザ・ガバメント問題っていうふうに呼ぶんですけどそのど,どの役所がその権限を担うかっていう,こういわゆるターフ・ウォーって英語で言いますけれども権限争いをやってきたわけですよね。 でそういうこのんていうか予算の分取り合いとか権限争いっていうのははっきり言ってもう今やればやるほどどんどんあの政策が濁っていくっていうんでしょうか分かりにくくなっていく今のアメリカトランプ政権なんかも典型的にそうですけど言う人ごとに政策が違うんですよね。 でそれが全然コーディネートされてないので一体誰を信じていいのか分からないその時その時の雰囲気であのトランプのツイッターを信じるのかボルトンが言ったことを信じるのかポンペオンが言ったことを信じるのかとにかくもうみんなあのそれに振り回されている状態でこういうのってねやはやはりあのいかにしてそういったこのインテグリティってまあ、さに英語で言うインテグリティ一貫性っていうものをこう確保するのかっていうのがこれからまあ重要になってきてそういうやっぱりナラティブを与えるのもメディアではなくて多分むしろ 我々というかそのえっと政策起業家と言われるようなまあその研究者研究と政策を結びつけている我々のような立場の人間がそういった時にどこと誰とどういう形でこのまとめていくかっていうことを考えていくのかまあ先ほど CSIS ではこうみんな集めてブレインストーミングするみたいな結構荒っぽいことやりますけどなんかもう少し丁寧にいろいろやり方っていうのはあると思うんですよね。そういうよういよなこ まあ、と,いうところも踏まえて皆さんがこれからその例えば今、SAF、えー、さんであればその日米中関係の問題について日本政府に例えばこの政策提言をする際にどうやったらその政策が実現するのか、えー、あの佐々木さんであればそのアジア太平洋、まあ、インド太平洋の政策について提言するとすればどうやって提言していくのか。で えまあ小野さんはまあ今、アメリカにいるのでアメリカではじゃあどうやって政策を実現していくのかその手段ですねいかにしてそのデリバーするのかっていうところについてえそれぞれお話をいただきたいんですがえじゃあ今度は佐竹さんからすみません真ん中だと思って油断してました <laughs>。あの ちょっと若干悲観的というかネガティブな感じになってしまうかもしれないですけど私自身はです、ね、そのシンクタンクがまあ政策に直接的にその与えられる影響って極めて限定的なんじゃないかなというふうに思っておりましてというのはあのまさに船橋理事もおっしゃってましたけどやっぱり情報量がです、ね、圧倒的に違うんですよね。で あの私も API のインタビューでその日本の防衛外交の戦略が必要だとか,なんか偉そうに語ってますけれどもやっぱりじゃあそれを作るときにどうするかっていうとやっぱ現地から情報を取ってこないといけないと各地域のですねでそうするとやっぱ政府は防虫官とか外交官を使っていろいろ情報を吸い上げることができるんですけど研究者の場合はまさに沢橋君がおっしゃったように個人でやんなきゃいけないんでその差っていうのはやっぱ相当大きいんじゃないかなという気がまあ少なくとも現状ではですねしておりましてしたがってやっぱそのリボルミングドアみたいなものができない限りはやっぱなかなかその直接的な影響を与えるのは えと難しいとでじゃあやっぱりそのシンクタクの役割って何なのかっていうと、まあ、先ほどからしつこく述べているようにですねやっぱりその世論の喚起とかですねそれからまあ情報発信とかそういう部分にあるんじゃないかなというふうに思っておりましてであの、まあ、先ほどから申し上げている通り、そり日本の,そのガラパゴス化した議論ですよねでそれでその当然やっぱその日本に真っ当な戦略論っていうのはなかったわけじゃないと思うんですけれどもそれはあの非常にごく一部のまあ 実務家であったりあるいはその研究者の手に委ねられてきたとでそれは非常にその閉ざされたコミュニティの中でねいろいろまあ議論されてきたわけですよねであのよくその密教と謙虚という言い方をするんですけれども日本の安全保障空間っていうのはある種その建て前としての平和主義とか憲法9条みたいなものが謙虚として存在していてでその逆にもっとリアルなです、ね、日米安保とか核抑止とかそういう問題はまさに密教の世界でずっとこれまで話し合われてきたんだと。 でまあ、そういう状況はこれまでずっと続いてきたとであとですねやっぱり日本人ってその法によってこう政策を縛るっていう発想が非常に強くてで、まあ、安保政策なんて特にそうだと思うんですけどそれって結局やっぱり政策を信頼してないっていうことなんですね政治家をやっぱ信頼してないからああの法,法律によって安保政策を縛らなきゃいけないっていう、まあ、そういうマインドが非常に強いんじゃないかなとでこれはある意味民主主義社会の,その健全的な健全な姿ではなくてやっぱそういう部分をこう変えていくってことがあの まあ長期的にはですねその政策立案に資するようになるんじゃないかなというふうにあの私は個人的には考えておりますでじゃあ具体的にその何をすればいいのかっていうことなんですけれどもあの一つはやっぱりその情報発信の強化というものを挙げたいんですけれどもあのまた手前味そのオーストラリアの話で恐縮なんですけれどもオーストラリアは結構そのブログカルチャーっていうのが 発達しておりまして大学とか研究機関でです、ね、いろんなそのブログがあってそこでまあさっき言った南シナ海の話とかですねあるいはホルムズ海峡にお世話に行くべきか行かないかとか、まあ、そういう話を延々とこう専門家が議論しているわけなんですよね。であのそれはそのダイレクトにその政策にじゃあそういうものが影響を与えているかっていうと関心も多分そうではないとは思うんですけれども他方でやっぱりその。 世論のです、ね、その形成にはある種一定の影響力を与えてきたんだと例えばオーストラリアなんかと対中認識最近非常に厳しくなってきたんですけれどもそれはやっぱりそういうブログとかでですねその中国の内政干渉とかそういった問題をまあやっぱり大きく取り上げてきたからこれだけやっぱオーストラリアの対中認識っていうのも変わってきたんじゃないかなというふうに思うわけでございます。であのまあ冒険の場合はですねやっぱりその政府の機関なのでそういったそのブログみたいなものを作って 地次情報発信するのはなかなか難しいんですけれどもその代わりあのニッツコメンタリーとかそれからその、えーえー、ブリーフィングメモっていうのがあってですねそれぞれ時事的な問題をまあタイムリーに発信して最近あの若手研究者が非常に積極的に発,見あの発信していますのでぜひ、まあ、それをまあ皆さんご覧になっていただければなというふうに思いますであともう一つはあのやっぱ教育が大きいんじゃないかなというふうに考えておりましてで 皆さんあのここにいらっしゃる方あのおそらく現役の大学生とかです、ね、大学院生の方が多いと思うんですけど皆さんの,その大学で,です、ね、安全保障を学べる授業なりです、ね、カリキュラムって一体いくつあるかっていうのを考えてほしいんですよねでおそらくせいぜい1個か2個かあるいはゼロっていうところももしかしたらあるかもしれないとでまた手前味噌のオーストラリアの話で恐縮ですけれども ANU の場合はです、ね、例えば私がいた国際関係学部だけじゃなくて戦略防衛研究センターっていうその防衛問題を専門的に扱う 学部がありそれから国立安全保障カレッジっていうです、ね、もっと現代的なテロとかそういった問題を扱うところがありそれからディパートメント・ディプロマシーって外交学部っていうのもあるんですよねそれとは別にでそれ以外にも地域の研究所なんかいっぱいあってですねやっぱり国際関係とかを安全保障を体系的に学べるようなその,あの素地が整っているっていうところが す。で従って、ああ私自身もあの実際行っているんですけれども、そういったその研究機関なり、教育機関にどんどんこうシンクタンクから人を送り込んでいって、そこでその安全保障のレクチャーなんかをするっていう、こういったことが、長期的にはやっぱりその国民の,そのアンポリテラシーみたいなものを高めて、結果としてやっり政策形成にこう寄与するようなことになるんじゃないかなというのが、の私のとりあえずの考え方です、はいありがとうございます。まああの ちょっと耳が痛いなと思ったのは政治を信用していないから法律で縛るというのは意外にその通りだなと思うところがあってでも結果的にその政治を信用していないということは自分たちの民主主義を信用していないみたいなところもあってそこのところのやっぱりジレンマというかあのアンビバレンスというかそういったのがやっぱり日本の政治のなんか一つのコアにあるのかなとうう感じていましたがじゃありがとうございまさた。 似たよようなな名前なんてよく間違えられます <laughs> ちなみに最初に佐竹君が今言った日本であんまり安全保障を学べるところがない私4月から東京大学に来ましたので公共政策大学院。 情報学館両方でもれなく授業を開講しておりますのでぜひまだ来ていらっしゃらない方はぜひそちらに撮っていただければと思います。英語でやっているのでなかなか皆さん撮ってくれなくてですねえけど英語でやっているからこそいろんな国の人たちの視点もあってそれこそ本当に政策の勉強としては面白いんじゃないかなというふうには思っています。さていいいいたただお題ななんででですけどどもも、まあ、米中関係ううのののののはは日本政政策策そそれをどういうふうに政策に 絡めるのかっていうことなんですけども、まず一つ分析と提言ってさっき言ったフレームワークで分けますと、分析米中関係の分析っていうのをまあ政であり官であり産業界でありまたは世間のでありですね、そういったところに届けていくってのは非常に重要だと思っています。なんでそう本当に重要だと思ってるんですよ。なんでかっていうとですね、やっぱりこう今少なくとも官の世界でですね、外務省とか防衛省とかこの2年ぐらい取り巻いていたのは。 ようやくアメリカが中国の問題に気づいてくれたすごく嬉しいっていうです、ね、なんか素朴な感情みたいなものに支えられた分析だったんですよね。あの感情って本当に大事でついにアメリカは気づいたよみたいなです、ね、ことが背景にあるとですねこのきっとアメリカの対中強硬論はずっと続くだろうとトランプを超えるだろうというふうに信じ込みやすいわけですね。で確かかにこの2017年ららいからです、ね、一番こう なってきたのは2017年末から18年夏ぐらいにかけて対中強硬論が固まった時点ではです、ね、そういう見込みはまんざら間違いではなかったんですけれどもこの1年ぐらいはです、ね、実際のところつぶさに分析するとです、ね、それも冷静な頭で分析するとアメリカにおいて対中強硬論はこう枝葉が分かれてきちゃったんですね結構分裂してるんですよ。 あのまあ細かくはですね私があの東京財団とかいろんなところで,ですねいろんな書いてるので他のシンクタンクではよく考えたらですがほかに書いてるものをですねご参照いただければと思うんですけどもやっぱりそうやって分かれてきててきる変化はしてるんですねただですねやっぱりこの数ヶ月もさまざまな役所の交換の方と意見交換なんかをしているとそれを信じてくれないんですよ。 だけど僕はもう繰り返し繰り返しいやもっと細かく見ましょうと変わっているんですと言い続けるだからこれは分析屋としてはですね非常に重要なことなのかなとやっぱり感情で分析を見てしまうのであのそして政策形成において非常に重要な働きをしている性であり艦の人はそうしてしまうのでそこをまあ地道に直していくということが米中関係でも特に大事かなと思いますま。一歩引いて冷静に考えたら米中関係が 荒れていくってことこ自体は日本の利益にとってそんなにいいことじゃ全くないんですけれどもやっぱり感情というのはです、ね、怖いものというところがありますねで。提言の方なんですが提言についてです、ね、米中関係だと例えば経済、技術、輸出管理とかです、ね、留学生とかいろんな形で規制というものがです、ね、アメリカ発で出てそれに日本もヨーロッパもみんな付き合わざるを得ないとでこういった中で例えばです、ね、あの本来はやりすぎなところもあるわけでぜぜひひでどういうふうにやっていったらいいんだろうかと。 例えば僕は 5G のところで,です、ね、イギリスや何か言ってることは正しいとは思わないんですけども輸出管理全般であ,のあそこまでアメリカが言っている、まあ、これから出てくるものほとんどですけども全部付き合う必要がどこまであるんだろうか例えばそう考えた時にあの産業界とかです、ね、大学のまあそういう担当部門のところと、まあ、一緒に知恵を絞って提言を作っていくっていうのは一つありえる形だなというふうに思ってますし実際今そういったこともやり始めています。 であと米中関係の中ではですねやっぱり米中がこんなにこう由来できていると、うん、やっぱりこうアメリカ、中国どちらかだけに組みするんじゃなくてやっぱり他の国との付き合いというのは非常に大事になってくるわけですよね。まあ、例えば今日帰ってきたイギリスもそうですけれどもオーストラリアとかまたはフランス、ドイツ日本は、まあ、あとは東南アジア、インドですねまたは本来だったら韓国。 台湾、いろんなところが重要になってくるわけですけれどもそういった関係の強化っていうものをです、ね、どう図っていくのかっていうのは、まあ、提言していかなくちゃいけないしそういったところからまた新しい提言を出してくるっていうあの、まあ、そういった意味では交流っていうもの自体が非常に重要になってくると思います。 やっぱりあの、まあ、そもそもアメリカの力自体はトランプになろうがそうでなかったとしてもです、ね、アメリカの力自体は相対的に落ちているわけですよね。こういった中で先進国が協調していったりいろんな国が協調して政策をいずれにしても政策規範ルールというのを作っていかなくちゃいけない時代だったら間違いがないので。 そういったことから考えてもです、ね、先ほど佐竹さんが言ったような話に通じますけれども、あの日米関係の管理だけで、ね、終わってしまってはいけないというのはその通りで、あの米中関係から何か提言するとすれば、米中だけを見ない、さまざまな国とどういう政策を取って、中国の対等、アメリカの変化というのを織り込んだ中で,です、ね、国際秩序をまっとうなものにしていくための政策をすべきなのかって、そういったことが重要だと思います。 であの最後にもう一つだけ申し上げておくとやっぱり米中関係の問題っていうのは安保、経済または貿易みたいな技術だけではなくて最後、価値っていうのが非常に重要で、まあ、例えば今、香港で起きていることとかも非常に米中関係の中で作用していますがあとは台湾とかです、ね、ウイグルとかチベットとかいろいろあるんですけどもその価値の問題っていうものを真正面から、まあ、例えば米中関係の中で,です、ね、捉えていくっていうのは本来、日本外交にもっとあっていいかなというふうには思っています。 まあそういった意味ではまあこの前の G7 でえーまあ香港について1984年の香港返還の時のことが言及されて一国二制度の話が含まれたということは非常にいい,んですいいですしあれが日本外交のイニシアティブであったというふうにも言われてますよね。というのは非常にいい動きだったと思いますがいずれにしてもですねこれからまあトランプさん自体は価値観に全くコミットしていませんが民主主義をどう守るのかというのは大テーマなわけですよね。中国、ロシアというのはさまざまな形で民主主義社会に介入しているわけですよね。 で本来であればアメリカが最もそこに強く民主主義を守るために立ち上がるべきなんですけれどもそういったとこの関係部署の予算は削られトランプさんは何の関心もないとこういった中でやっぱりですねあの別に冷戦ではないんであのそんなことを言ってるわけではないんですけれどもやっぱり民主主義先進民主主義という社会を守るためにもっと関心を払うべきだしあのそういったためにでさまざまな政策インフラというのを整えていくべきだというふうには 政府に提言していますし、実際にあのでそういうのができたときにはまたそこで参画してもっと細かい提案をしていくって、そういったことをやりたいなと思っていますが、まあ、実際そういった形で今,今言ったような分野であの、まあ、その提言のところは関係各社とやっているという感じですねありがとうございます。まさかかイギリスから帰ってきてき時間 しか立ってなないいい人には見えないぐらいまあ我々あの基本的に結構飛行機乗ってますのであの私のツイッターとか見てらっしゃる方はあれだと思うんですけどとにかく,もうとにかくあの飛行機乗るのが我々のなんか生活みたいなところがあるのでそれでもこう。 外国から帰ってきてすぐにこうやって仕事ができるっていうぐらいあのまずタフでなきゃいけないっていうのもあの一つの要素かなというふうには思います。えっ、ー、と感情で分析しないっていうこのコメントすごく重要なところでいわゆるバイアスですよね。その政策決定者もメディアもそして我々もバイアスを持っている。でそれに対して。 どこまで自覚的なのかというのはすごく重要な問題だと思うので、えー、とそういったそのバイアスを、まあ、これは日本だけではなくてアメリカも韓国もみんな持ってるでそこを逆に言うと分かっておく必要があるだろうというふうに思いますでは最後に私の方からはじゃシンクタンクがアメリカの政治の中でどのように政策に関わっていくべきなのかということについて簡単に最後にお話ししたいんですけれども。 前提としてやはり2016年の選挙以降今までの CSIS のみならずアメリカのワシントン中のシンクタンクがやはり政策の決定過程にお,けるおいてどういうふうに貢献していくのかというのが変わっているまあそういう認識に立っています CSIS 自体もまあそのようにみず自らが活動している環境が変わっているということを前提にまあレビューを行っていたりもするわけですね。 なんですけれども、まあ、日本と少し異なる部分があるとすればそれはやはりチェックバランスシステムなわけなので議会とやはり大統領府っていうのがまた全然違うそれぞれが政策を作っているということで現在あのここだけは間違えていただきたくないんですけれどもトランプ大統領が主に外交安保エリートということを言っていてあのシンクタンクをあまり信用していない現状がある一方でもちろん従来アジア政策を担ってきた いわゆるエリート畑の方も、国務省、国防省、N. S. C. など。まあ、散らばってるわけです、ね。なので、あの、別に全くもって、か、か、あの、役割が。変わった、貢献の仕方が変わったっていうわけではないのですが。ま一、あ、つやはり議会への。役割っていうのは、もう少し増えているのかなというふうにも思います。例えば、あの、最近の例ですと。アジアの政策ですと。まあ、議会では超党派で。あの、アジア再保障推進法などが。 議会のイニシアチブで通ったりしているわけですね、まあ、このようにアメリカでは議会が、まあ、もちろん鈴木先生も先ほどあの宇宙基本法で政治の方に働きかけられたということだったんですけれども議会に働きかけていくというのは一つのやり方かなというふうに考えていますでもう一つ先ほど非常にあの、まあ、ナラティブの話があったと思うんですけれどもシンクタンクとして自らナラティブに仕掛けていくっていうことも最近起きているのではないかなというふうに考えています でなぜならアメリカの大統領っていうのはまあツイッターともうフォックスニュースをもう見ているわけですね。で、要するにツイッターで炎上しているものは無視できないような感じで簡単にこうフィッと反応してコメントをしてしまうこともあるわけですで。例えばいい例が北朝鮮の問題ですね。で、また C.S.I.S. が最近 C.S.I.S. 他のシンクタンクを含めて。 やはりエビデンスベースのデータとか衛星写真を分析した研究を行っていたりもするわけです。視覚的にも非常に分かりやすいんですね。わざわざ衛星の専門の性を持った方を雇ったりとかあと実は CSIS は研究レポートをよりビジュアル化して分かりやすく配信するということでジャーナリズムスクールの学生を雇ったりもしているわけですね。まあ、そののようににして実は北朝鮮に22個ぐらいの 弾道ミサイルの基地があるっていうことが分かったって,って衛星写真一つずつ今、順番に分析をして、まあ、ツイッターなどで配信してるんですけどもちろんトランプ大統領が反応したこともあります、なのでそうやって本当にもう見て一瞬にして見て分かるものを発信することによって何をアジェンダにしていったらいいのかっていうことを新ンタから仕掛けていくっていうことは十分できるということです、なのでメディアをうまく使うっていう方法、世論に訴えていくっていうことはまだまだできていくのかなというふうに考えています。 はい、あのもうそろそろだんだん時間も迫ってきたので最後にわ私の方から、えっと、あの2つ、えー、皆さんに対して、まあ、メッセージというかあの、えっと、今の話でいうといかに政策起業家がその政策企業家、まあ、我々研究者がその政策に関与していくかという時に重要になってくるのは1つは官僚とガチでやったら当然ながら官僚の方がでかい組織で。 我々個人商店ですから絶対に勝ち目ないんですよねで正面から政策でその官僚とや,やり合うっていうのは多分愚の誇張であのこれは単なる自己満足でしかないむしろそこからどうやってこの、まあ、迂回しながらどうやってその えー、話を進めていくのかまあ今日今最後にあの小島さんがおっしゃったようにメディアを使っていくとかあと、まあ、あの先ほど私が紹介したようなその、えー、宇宙基本法の時は議員立法でこれやったんですけれどもやっぱりその政治家っていうものを使っていくでしかもやっぱり政治家今日の,あの小泉進次郎さんのお話にもあったようにやっぱりこう変えたいと思う人とかそういう人たちをどうやってつかんでいくかっていうのもこの政策起業家の仕事。 の一つかなとそういう人たちとうまく結びつくどういう形でインプットしていくのかでしばしば我々あの御用学者とかなんかその誰それ派みたいな感じで言われることもあってでそうならないようにこう,うまくこうバランスを取りながらでもかつきちんとそういったあのんですかチャンネルっていうものは作っていくっていうようなこういう作業も必要かなというふうには思っています。ももう一つあの重要ななのはは、まあ、我々んんんだかんだか言っても先ほどあのさんは あの20年米中関係だけやってきて弱った時代が俺に追いついてきたとか言ってますけど私もなんとなくあの宇宙とかそういうことやってて今まではもうなんか国際関係で宇宙とか言われずっと言われてたんですけど今やトランプが宇宙軍とかそういうことを言うような時代になってきて私もなんか結果的にはあの今時代が求めているものとなんとなく自分がやってることが合うようになってきたんですけどここって多分重要なのはどういう専門性を持つか。 ことだとだ思うんですたとえそれがマイナーなことであってもたとえそれが流行りじゃなくてもやっぱりその道のプロであることっていうのがその政策起業家としての何ていうか、まあ、課せられた何ていうクオリフィケーションっていうかそういうことなのかなと専門性がないやつに多分だからそういう政策を作る能力っていうのはないし当然ながらその霞が関とか一概とガチでやることって多分できないと思うんですけどそういうこのあのええー 感覚っていうんでしょうか。その自分が、えー、その専門の知識を持っているからこそ生まれるある種のやっぱりリスペクトだとか、この人の言うことを聞けば何か分かるっていうようなそういうやっぱりあの何か持っている必要があるかなというふうに思います。で最後にもう時間がないんですけれども、あのえっ、ー、と古野さんからあの一言えっ、ー、とオーディエンスの皆さ若い皆さんに政策起業家になるためには何か 一言メッセージをいや本当にあの恐れ多いんですけれどもあの簡単にということで、まあ、今、専門性の話があったと思うんですけど私からは、まあ、早いうちに海外に出ていくということはもちろんリスクも伴うんですけれどもぜひ進めたいなというふうに考えています専門性ってもちろん分野の専門性もあるんですけれども私の場合は一つの専門性として考え持ちたいと思っているものはやはりワシントンに身を置いて、まあ、シンクタンクコンサルティング会,会社だったり まあ大学だったりと実際に住んでいろいろな組織のアメリカの組織の違うカルチャーっていうのを見て回って何を考えているのかということをやはり何年間か住んでじっくりと見ていくことで生まれるまあそういう政策の専門性政策現場の専門性っていうのも一つ大事なのかなと思いますし先ほど鈴木先生もあのおっしゃっていたんですけれども外交安保をやるときには相手がいる私のジョージタウンの裁判の先生もインテリジェンス関係のことをやっていてま,まず 当時はアメリカ人が多かったのでアメリカの帽子を脱いでまず中国とかロシアの帽子をかぶってみて初めて相手の戦略が分かる相手が何を考えていいか分かるそしてアメリカとして何をやればいいか分かるというのがすごい印象に残っているんですねなので外交安保の政策の研究者を目指されている方まあ私も含めて私もまだまだ勉強していかなければならないんですけれどもまぜひ海外にリスクを取ってでもあの行くことをお勧めします。 私はですねここにいるお三方と比べると、まあ、極めて凡庸な人間なんですけれども、まあ、唯一その自分のキャリアの中で誇れるものがあるとすればやっぱり一貫性なんですよね。であの考えてみたらですね大学に入ってゼミに入ったのが、まあ、1998年ですから、まあ、ほ,ぼほとんど20年間ぐらい、まあ、ほぼ同じようなことをずっと考えてきてですねで、まあ、オーストラリアってちょっとテーマ変わっちゃったっていうのもあるんですけどやっぱりそういうその。 蓄積の中でいろんなアイデアなり考え方が生まれてきたっていうのがあるんでそういうやっぱり一貫性っていうのを非常に重視するで石の上に何年っていう話もありますけれどやっぱり研究ってその積み重ねが何分の世界なんでそれをずっと同じことをずっとやり続けるっていうのは一つ重要なのかなというふうに思います。であともう一つだけ言いたいのはやっぱりこう今の話は若干矛盾するかもしれないですけどやっぱ何でもこう挑戦するというかですね。あの ちょっと最近、若い人たちという言い方もちょっと変ですけど若い人を見ているとあそこに防衛研究所の若い人たちもいっぱいいますけれどもあの皆さん、非常に優秀なんだけれど私なんかはずっと優秀なんだけれどちょっとこう小さくまとまりたがる傾向にあるというかですねななんか何,何年はこれ世代なのかなと思うんですけど <laughs> まあ,でもあのいずれにせよやっぱり何事にもチャレンジして、まあ、そこで失敗して失敗から学ぶことって非常に多いと思うんであのでそれを繰り返していただけたらなというふうふに思います。以上でです、はい、ありがとうございますでは最後に佐 ごく簡単に申し上げると。 最初にまた宣伝みたいな恐縮ですがやっぱり博士号って必要だと思うんですよ。あのであの東京大学公共政策大学院も法学政治学研究科も情報学科も皆さんのアプライを待っておりますのでぜひ博士課程に来ていただければと思います。やっぱりあの世界でも日本国内でも博士号を持っているっていうのはやっぱり非常に政策を立っていく時にまたいろんな方と共同していく時に非常に専門性を証明するものなので非常に重要なんじゃないかなということで申し上げておきました。であと他に2つだけ小さいポイントを申し 申し上げるとあの、ま、ず一つが人,脈人脈ってやっぱりほんといろんなところに持っとく必要があると思うんですねけど人脈って名称交換したら終わりじゃなくてそれは本当に始まりすぎなくてどう維持していくのかって非常に難しいというふうに思います。 であのよく海外だと昔私の先生というか師匠恩人に言われたんですけれどもクリスマスカードを送り合うっていいますけれどもねあの今日本当にそういう形で、えー、きちんとお付き合いをしていく、まあ、SNS での発信というのはそれの一つなんですけれどもお付き合いをきっちりと維持していくっていう,う人脈の維持っていうのが非常にあの政策関わっていくときには重要なのかなと特にいろんなところをこう例えばこの裏番組でやっているところの塩崎昭久さんもですね私全然関係ないところで友人だったわけであの何が役に立つのか分からないっていう。 ですね。そういうのは大事かなと思います。で最後がやっぱり今佐太克さんがおっしゃったように仕事をですね、とにかく貪欲に何でも若いうちは引き受けることなのかなと思います。私が今まで多分おそらく一番社会にインパクトを与えた仕事っていうのは20 9か28くらいの時にやった日米関係のの報告っていうのがあってですね日米交流報告というのをカルコンという政府の協議団に出したことがありましてでそれをの要約版をフォーサイトという雑誌に当時に載っけたんですけれども日米交流の線が細くなっている交流が細くなっていて議員も民間もですねみんなあんまりお互いのことを意識しなくなっているという衝撃的な数字を並び立てた報告書っていうのを作ったことがあるんですね。 でそれがものすごいいろんな人に生まれて、えー、今、皆さん実は日米交流の世界を見ると富士山会議もあれば笹川平和財団もあればいろんなものがありますけれどもあの報告書というのはかなり大きなインパクトを持っていた今日それは20代後半の若造がたまたま引き受けたあのすっごい安い仕事だったんですけれどもあのそういうこともあるんだだから何でもやってみるということなんじゃないかなというふうに思います。ありりががととううごございいいいまままますあのもうなんかすすももく時間も過ぎてしまいまししたたのでで、えっと、これで終わに思 今日あの非常た多分我々政策起業家っていう考え方だとかそういうので話したことも多分ないのでなんかちゃんと筋の通った話になってるかどうか全く自信はないんですけどただいろんな話をいろんな角度からいろんな経験を持った人たちの話を聞けたかと思います。皆さんのののの何何ららかかか今日のこの我々4人の中から何かヒントを、えー 得ていただければここにわざわざ来ていただいた会があるのかなというふうに思います今日はどうもありがとうございました鈴木さんもありがとうございましたそしてパネリストの小城様佐竹様佐伯様もありがとうございますそれではどうぞこちらからご講談くださいませあ,あちらから大変失礼いたしました どうぞ皆様今一度盛大な拍手でお送りくださいありがとうございました